このチャンネルは、徳島ボルティスの勝利への道です。この動画を見れば、今節の試合内容がわかります。ポイント解説と、チャンネル解説者が選ぶ MVP がわかります。最後まで見てください。チャンネル登録をお願いします。まずは、前節の振り返りです。大宮は、13節の町田戦は、0対1で負け、泥沼の5連敗です。 後半に訪れた PK のチャンスも止められてしまうなど、負のスパイラルから抜け出せません。徳島は清水をホームに迎えた13節は、1対1の引き分けでした。終了間際の失点で勝利を逃しました。しかし、浮上の兆しが見え始めています。石尾選手と森光大選手。 安部選手のセンターバック3人が守備の安定感を与えています。スタメンは、徳島、大宮も前節からの変更なしです。徳島は、前節からのいい流れでゲームに入ると大宮の裏をつく動き、前からのプレスが連動し大宮を圧倒します。 12分に森光大選手から白井選手に斜めのパスが入り、森海斗選手が大宮のディフェンスラインの裏に抜け出して、柿谷選手へのクロス、柿谷選手がゴールします。このゴールを動画の最後にポイント解説します。最後まで見てください。21分。 阿部選手からのロングパスで森海斗選手が大宮のディフェンスと駆け引きをしてシュート、ゴールを決めます。大宮は前からのプレスと後ろが連携が取れていないので徳島に間を通されるパスで回されて何もできませんでした。後半は両チーム交代なしでスタートします。大宮は徳島の白井選手をマークし、 ボールの出しどころを消して、前からのプレスを仕掛けてきます。徳島は、逃げすにパスをつないで、プレスをかいくぐりますが、大宮のプレスがハマるシーンが増えてきます。そして大宮は、メンバー交代をしながら、プレスの強度を上げてきます。しかし、76分に、ゴールキーパーのスアレス選手のパスが、森海斗選手に収まり、柿谷選手がボールを拾い、 森海斗選手へのリターンからシュート、ゴールを決めて本日2点目を決めます。森海斗選手は本日2ゴール1アシストです。大宮も諦めずに81分。コーナーキックから泉沢選手が1点を返しますがタイムアップになります。1対3で徳島の勝利です。まとめです。大宮は6連敗になりました。 徳島はゴールデンウィークに2勝1分けで最下開脱出です。目指しているサッカーがチームで共有できていることが勝利につながっていると思います。今節の3ゴールともディフェンス、ゴールキーパーからのつなぎがゴールにつながりました。今日まで徳島が積み上げてきたものが結果につながりましたね。しかし、 三試合連続でコーナーからの失点をしています。早く改善してほしいですね。本日の1点目のポイント解説です。12分に森光大選手から白井選手に斜めのパスが入り、森海人選手が大宮のディフェンスラインの裏に抜け出して、柿谷選手へのクロス、柿谷選手がゴールします。石尾選手と森光大選手が、 パス交換している間に、ヒョン選手が動いて作ったスペースを白井選手が使って、大宮のディフェンスラインにできたギャップを森海斗選手がついて、ディフェンスラインの裏を取りましたね。チームとして崩しの流れが共有できていました。これからも、このようなゴールシーンが見たいですね。 チャンネル解説者が選ぶ今節の MVP は森海斗選手です。2ゴール1アシストでした。柿谷選手とのコンビがいいですね。皆さんはどう思いましたかコメント欄に書き込んでください。 リストに徳島ボルピスのチャントや戦術解説もあるので見てください。チャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。